デチェンチベット属自治州の位置でチェンチベット属自治州は、中華人民共和国雲南省西北部に位置する、チベット属自治州でありチベット族が、人口の33%を占めている。チベットの伝統的な地域区分では、カム地方南部に位置する。進む喜びは、チベット語のデチェンを音社したもので、では、安楽を意味する名詞、チェンは、大いなるを意味する形容詞で、合わせて、 大いなる安楽を意味する。東大に、トバンがこの一帯に、上川都督を設置し、南昌との連携を図った。その後トバンが衰退すると大理国の支配下に入り、大理国がモンゴル帝国の首来に降伏するのに伴い、両王国に組み込まれた。その両王国が1390年に滅亡すると、霊光を本拠地とするジャン王国の支配下に入った。 17世紀半ば、ジャン王国は、愚子藩王朝に征服され、デチェン地方からリタン、バタンなどまで広がっていた、カム地方南部の広大な領土をすべて奪われた。新国が1724年の要請のチベット分割に際し、愚子藩一族が、チベットの諸行に対して有していた支配権を接収した際、ジャン王国は、デチェン地方をはじめとする、カム地方南部に対する、 支配権の回復を求めたが、新国はこれを拒否。デチェン地方の諸侯については、四川と雲南のいずれに帰属するか議論が行われた。後、1726年、雲南省を介して、都市の称号を受けることとなった。現在の領域を枠組みとする、デチェン州という行政単位が成立したのは、この時である。侵害革命により、清が滅亡すると、 チベット政府元伝ポタンは、ラサを占拠していた新国軍の残党を、市外戦で退けて、独立を宣言するとともに、チベット全土の統合を目指して、アムド・カムへと出兵した。1913年、雲南軍を率いた雲南省の都督災学は、テチェン地方を経由して、カム地方に侵攻し、チベット軍の迎撃に当たった。チベット軍は、ィチカワに押し返され、 デチェン地方は、雲南省の支配下に留まった。1936年には、中国港軍が調整の途中、この地区を通過している。1950年人民解放軍が進駐し、1956年にデチェンチベット属自治州が成立し、霊江地区に所属したが、1973年に雲南省直轄の自治州となった。 自治州政府所在地のシャングリラ氏は、元の中、おさむ県で、チベット語のデチェン方言では、英語のシャングリラに近い読み方をするため、観光客誘致のため、2001年12月正式に、改名が承認された。シャングリラとは、ジェームズ・ヒルトンの探検小説、失われた地平線に出てくる東方の桃源郷である。一県級、し一県、一時地権を管轄する。 北は、チベット自治区のチャムド市、東は、四川省の関税チベット族自治州及び量山遺族自治州、南と、西は、雲南省の霊光市及び土リス族自治州と、接する。チベット高原が南に伸びたところで、横断山脈が南北に走り、海抜1600メートルから6000メートルの高度で、ある。梅里雪山が有名。長江の上流にあたる立地川が、 中南京を大きく蛇行し、メッコン川が中西部を南流、密重平流の一部を構成する。近西の本流には虎とべ京という深い峡谷がある。ありがとうございます。